はい、順次です。では3体目のボス戦っていきましょうか。行きましょう。まあ多分ボスだと思うので心してレッツゴー。ん、こいつは耐久か、いや、へん、ちょ、そしてお前は誰なんだ。耐久かな。でも攻撃が届かないですもんね。まあしばらくちょっと避けてみますか、弾を。当たんないもんね。よし、あおー、あ、減ってないよな。じゃあやっぱり当てるのか。あ、ジャンプできるのかな。あとは無限にジャンプができる。あ、できるのか。なるほどね。オッケーオッケー。じゃあこれで弾をかわしながら当てる。あ、減ってる。オッケーオッケーオッケー。いや、ちょっと、ヘリ大、ヘリ大きい。大丈夫か？あー。ヘリが大きいってことは、第2、3、4、5。結構携帯ありそうですね。よし、行くぞー。よし。あ、なんかちょっとやりづらいな、これ。水中ステージとはまた違った感じですね。落下が早い。よし。早めに決めちゃうぜ、今回は。うわぁ、慣れが必要だな、でもこれ。うわ、ういあー、無理。うわぁ、やりづらい。この弾きっとランダムだと思うので、出現がね。なんだ、覚えてもしょうがないのか、来るたびに。ああ。よし、まずはこの、空中でジャンプするときのね、落下タイミングとか落下速度に慣れることが大事だな。そこから行くか。まあ、この先戦い長いと思うので早めに慣れちゃった方がいい。よし、いいね。お、来た来た。だいぶ慣れてきたな。この子は誰なんだろう。お、お、危ない危ない危ない。一回下に降りて。よし、長引きそう。おっしゃおっしゃ。次の携帯ある。うん、何これ。お、びっくりした。軌道不明のおにぎり。これは何。ああ、こうやって攻撃。なるほどね、携帯を何度も。うう、本当に軌道がわからん。おい、え、ちょっと待って、磁気狙いか。少し弾の中に磁気狙いが入ってるんですかね。アンノーン、この子アンノーンっていうの。まあ正体不明ってことなんですかね。どこの誰かわからんが早めに倒すぜ。やべえ、あっという間。これさ、また8時間コースかな。そんな気がして怖い、本当に。あの、うわ、よし、いった。軌道不明まで来たぜ。よし、まったく厄介な攻撃だなこれ。よし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 。やっぱり移動した方がいいか、こまめに。うーっと、よし、いいね、いいぞ。いけいけ、押せ押せ。あぶねあぶねあぶね、うん、よし来た。3形態目まだろうよね、これは。トランプかなこれ。うっそ、今のボン。守りに入っちゃダメですね。耐久じゃないんだったら攻めていかないと勝機は見出せない。あおー、相打ち先行っちゃったか。でももうヒット君いないんですよね。あべ、くっそ、また相打ちかい。好きだね相打ち。くっそ。さて、おにびちゃん来たか。このおにびちゃんがなかなかやらしい。ここ突破すればトランプエリアなんだけど。
て大きく振るか。あれ嘘でしょん。 OK、 よし、これどっかアンチないかな。ボスの後ろとかダメかな。あ、やべ、外した。ダメだな。なんかそういうところあっても良さそうなんですけどね。やばい、攻撃できてない。あー、 OK、 よっしゃ、次。これもうあれですね、アクションっていうかもう完全にシューティングゲームですよね、これ。この弾幕の凄さ、昔アーケードにあったあの何でしたっけ、ドンパチ、ドドンパチっていう、まあ、シューティングゲームがあって、でセガサターンにも移植されたのかな。で少しやったことあるんですけど、まあ、あれものすごい弾幕で、あんな感じですね、もうこれやばい、あぶね。よし、いった、トランプエリアか、エリアと違う、トランプの攻撃、これはねやばい。よし、集中。うわー、きつい。これよし、前へ行くか、前へ、前へ、前へ。いい感じかな。うわー、地道だなこれ。あぶね、攻めろ。あ、しまった、惜しい、あとちょい。まあ、これでやられてくれるとは思わないですけど、この微調整は難しい。やばい、追い詰められてるぜ。あ、うっそ、バックは今のはミス。よし、よしたさ、やっぱまだある。今度は何、何だそれ。おい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 、なんだこれ。え、ちょっと待って、おっと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 、あぶねー、おっと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 、うなんだこれ。まあでも、うん、これは避けやすいですね。よし、2回目来た、来たぞ、原理不明、解き明かす。あぶね、あっくそ。よし、これ以上なくて、ね、さっと避けた方がいいかもね。あ、うな、ちょっと待って、今新たに弾1個放ったような。くそ。
そう、いろんな攻撃してくるな。どこで避ければいいんだこれ。お、いけるいけるいける、よっしゃ、いった、オッケー。まだかよ、やっぱり。UFO？ 何これ、ちょいちょいちょい、これ倒せる、無理、ちょ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 って、これきつ、これきついだろう。うっそー、このスイカの種みたいな、これしかも UFO を倒せなかったですよね。これ眺めてて思ったんですが、ボスの、後ろ側、ちょっと矢印出せないんですが、ボスの後ろってアンチじゃないかな、これキッド君がいることによって弾のその軌道が変わるんだったらわからないですけど、今のところボスの後ろって丸々弾が飛んできてないよな。ちょっとボスの後ろアンチかもしれないんで行ってみたいと思います。いける、よし、いった。さてここの妖怪玉の攻略がまだいまいちだな。引きつけて移動、引きつけて移動でいいか、合ってるかこれで、つけて、よし、危ない、危ない、あーっしゃ、いった、あ、そうそう、 UFO で後ろ、この辺がアンチだと思います。違うか、え、違う、うー、意外と後ろまで行けないか。あー、今の位置だと当たっちゃいますよね。もう少しボスに貼り付けたらいいんですけどね。もうちょっと寄ってみるか。でそれがダメだったら、この見たとこ UFO も飛んでくる、まあ、上下がランダムのようなので、やっぱセンターぐらいで避けてた方がいいんじゃないかなと思いますね。よし、オッケー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 、で、そうそうそう、ちょっともうちょい貼り付けるかな、この辺まで。これで当たるか、避けろ、あ、いける、ちょっと待って、頼む、軌道変わんなよ、これアンチじゃん、当たんな当たんな、あぶねえ、当たんな当たんな、よっしゃ、でまだあんのかい、マジかよ、お、あぶねえ、なんだこれ、おい、あれボスいなくなったな。あ、でも体力減ってっているので、これは耐久ってことですかね。マジか、これもパターンあるかな、よく見るか、少しね。あれ、なるほど、これが最後か。じゃあ今のなんだっけ、なんとかの平安京を超えればクリアか。よーし、あと一息、多分あのがむしゃらに今のところまで行って、やられながら繰り返しても、すごく時間かかってしまうと思うので、パターンが一緒だと踏んで、自分の動画今撮ったやつをね見返して、ちょっとシミュレーションしてから今の最後の攻撃は挑もうと、最後の攻撃に挑もうと思います。よし、シミュレーション完璧に終わりました。だいたい 4,50 分やっていたんですが、実際にあとはキッド君動かしてうまくいけばクリアできるはず。ちょっと試してみたいと思います。ただそこまで行くのもね大変なんですよね、これ。よし、頑張るぞ、あぶねー、よしよし、でここの辺か、
は進めよう。 OK、 そしたらですね、この辺かな、この辺にいて、緊張すんな。まず右、一緒に右に移動。よし、下が安定ですね。あっ、うっ、OK、 よし、そしたらいよいよですね、2回目、いくぜ。小さくジャンプしていくか。次は右、あれ、うっす、あ、やべ、 OK、 あっ、あ、うっそ、ちょっと待って練習してたら、まあでも何戦か戦ってみて、あの平安京のところのあのパターン、あれはもう一定ですね、決まってますね、球の動きが、うん、なので、よし、何回も何回もやっていれば、またシミュレーションしていれば、いつかは突破できると思います。よし、今度こそ平安京の悪夢、同じ。うっそー、くそなかったな今。よし、妖怪玉、よし、行くぞー、集中、ゴー、あぶね、よし、同じようにね、危ね、1、2、1、 OKOKOK、 左、右、イエス、 OK、 やった、よっしゃー
本当に強いな、もうどいつもこいつも。いやー本当に強かった。くそー、手こずらせやがって。なかなかやりますね、この鬼畜弾幕少女。いやー、ようやく倒せた。ということで残るはあと1体ですね。でこの3体目のボス、にかかった時間がだいたい5時間半から6時間、やってました。うん、なので、まあ、1体目2体目の8時間、7時間半に比べたら、まあ、少しはあの時間短いですけど、それでも5時間半6時間か。まあ、順調にね、討伐時間が減ってきているので、4体目はこれ以下の時間でぶっ倒していきたいと思ってます。まあ、目指してます。いやー疲れた。はい、ということで4体目は次回の動画で戦っていきたいと思います。次回もぜひご覧ください。ということで皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。